去年1年間、はい、飛躍の年でしたが振り返っていかがでした？そうですね、初めて1年間1軍でシーズン通して、まあ、やれましたし、まあ、タイトルとかも取ることができて本当に充実した1年だったなと思います。ここまでっていうのは想像されてました？まあ漠然とタイトル取りたいとかそういう、まあ、自分の中で目標とかはありましたけど、まあ想像以上です。はい、うん、どのあたりを自分で褒めたいというか、はい、今いろんなところあると思うんですけど、はい、1年間怪我なく、まあ、1回リフレッシュマッシュありましたけど、まあ、ほとんどシーズン通して1年間1軍で投げられたってことじゃないですか、はい、やっぱり投げられなかった期間があったこともよりその喜びにつながってる部分はあるんでしょうか？そうですね、やっぱり、まあ、ほとんどリハビリ生活が長かったんで、まあ、本当に1年間こうやって1軍でやれるってことはすごく毎日楽しかったです、はい、このオフ今年も活躍するために、はい、新たに取り入れてるケアだったりより重点的にしてることとかあったりします？そうですね、去年のまま何も成長なく今年入っても、まあ、自分としても何も面白くないですし、まあ、もっともっと成長した姿をファンの皆さんに見せられるように、まあ、一からフォーム見直したり、まあ、トレーニングとかもしっかりフォームにつなげられるような、まあ、ことを、まあ、今までもやってましたけど、まあ、それ今まで以上にというか、まあ、今年しっかりやれるようにいろんなトレーニングはやってます。はい、岡田新監督になって、はい、守護神というような言葉も出てますけれども、そのあたりはいかがでしょう？そうですね、まだでも直接言われたわけじゃないんで、まあどうなるか分かんないですけど、本当に任せてもらえるってことになれば、まあ去年と同様自分のやることをやるだけだと思ってますし、まあ、そのつもりでこのオフは過ごしてます。ここからは一旦野球と関係ない質問をします、はい、まずこちらです、はい、オフの楽しみは何でしょうか？そうですね、ゴルフやったことなくて今まで、まあ、コロナとかもあってリハビリ長かったんで、初めて11月に選手会でゴルフ行ってすごい楽しかったんで、まあ、何回か行けるときは行きたいなって思っています。はい、スコアどうでした？いやもう本当に言えないそんなそんなもうダメっすよ。ちなみにいやいやダメっす、本当に良くないっすめちゃくちゃ下手くそっす。てか本当に全然打ちっぱなしとかもいけなくて、はい、それで行ったんでもう悲惨なことになってました。ぶっつけ本番でほぼ、はい一緒に回った中に上手い人とかいたりしました？その中だったら一応2番目だったっす。おお。みんな下手だったっす。そうなんですね、はい、2番目だったらスコアは、だから本当に良くないっすめちゃくちゃ下手です。当たるかどうかみたいなところもあったりするんですかね？いや、当たるのは当たるんですけど、いやでもちゃんと飛ぶんですよ。おお。結構飛ぶと思うんですけど、なんか途中で変なとこ飛んじゃうんで、最初はうまくまっすぐ行って、あ、よっしゃ、いけるわと思って、ちょっとみんな、なんていうんですか、走っていくじゃないですか、カート乗って動いてたら、次とか飛んでっちゃうみたいな、めちゃありました。ちなみに誰と回ったんですか？牧丈一郎、はい、とトレーナーやつ木下さんって方と岩田雅樹さんの4人です。岩田さんは寮でも親しく、はい、はい、どんな雰囲気で？どんな雰囲気？いやもうワイワイして、最初めちゃくちゃ騒いでたんですけど、はい、後半めちゃくちゃみんな疲れてました一気に元気なくなってます。結構歩きますよね、はい、目指すスコアはどの辺にします？とりあえず100切りたいっす。っていうか無理っすよ、まだ全然100切り目指して、100切り目指して頑張ってください、はい、楽しみながら、はい、自分の好きなところを教えてください。めちゃくちゃ負けず嫌いなところです。例えば点取られたらめちゃくちゃ悔しいですし、まあ絶対次の日やり返すとかそういう気持ちで、まあ、練習とかも行くようにしますし、本当になんていうんですか、何もかも人に負けるのが嫌というか、結構自分でもシーズン中にやっぱ負けず嫌いやなって思うことはありました。本当次の試合で絶対やり返しますよね。いやたまたまです、はい、本当にでもそんな感じで気持ちでいってるんで、はい、
その感情のコントロールってできます？その悔しさ。まあ一応できてるつもりです。野球以外でも負けず嫌いなんですか？あ、そうですね、そうだと思います。でも負けてなんかとかはないですけど、あ、はい、ちょっとやっぱ心の中では勝ちたいんで、やっぱだからゴルフとかのスコアでももっと良くなりたいとかは思います。ゴルフも満足できないと、はい、100切り目指して頑張ってください。頑張ります。あ、同期の伊藤将司投手、めっちゃゴルフが上手いです。ちょっと悔しいんですよね、その完敗しました。自覚してるんだったらちょっと早く来てほしいな。阪神タイガースの岩佐敦貴です。超プロ野球ウルトラに出場しています。放送は2023年1月8日午後1時から。ファンの皆さん、一緒にアレ目指しましょう。